こんにちは。どもどもどもー。今日は久慈に来てましたよ。ここがね、浜ちゃんで有名な久慈駅。そこをね、右の方さぐるーっと行って、まだずーっとまっすぐね。次の信号をね、過ぎれば、運命ラーメン屋さんがあんが。やっぱりね、久慈って言ったらね、浜ちゃんと、こちら、はい、ちぐささん、まもなく開店です。今日はこの先の信号をね、右折して、まだ右折せばね、駐車場があっから、こっちの方から入っていきたいと思います。それでは、アイドカン。はい、店内は、細長く作ってありますね。奥の方はカウンターです。チャーシュー麺行ってみっかな。はい、と、つましたよ。ちぐささんのチャーシュー麺。ドラドラドラ。好みだ、こら。脱がせながらのね、取り出すの。ああ、うめえ。これはヤンバルクイナ確定。さすが。縁はなどだ。やっぱり縁側はみんな細麺だがね。どれどれ、いただきます。ね、柔らかくずがもちもちした感じ。こら、完成されてる感じだな。鶏チャーチューちゃんだこりゃ。結構ね、生醤油で煮た感じがな。皆さんはね、創業昭和23年だど、たまげだ。そうせばは、70年以上もね、愛されてきたずことだね。まずげね。一部上場のね、飲食チェーンでもそんなとこはね、すぐながんべ。こちらはね、新横浜のラーメン博物館さんも2回ぐらい出店してらっけもの。ほぬほぬ、まござんす。鉄板だなこりゃ、このラーメンは。いやー、食った食った、運命柄ペロリンチョだ。今日は久慈のレジェンド、ラーメンのちぐささんの紹介でしたよ。ごっちゃんでした。まだ来ます。今お前をこの腕に抱きたくて、oh, oh, 切ないよ、oh, oh, 会いたい時がどれほど辛いかと問いかけてた。てか、ヘバねー。バイバイ。